ナー VS 千尋ステージに上がってきてください。では、ユノ君、この試合のビートをお願いします。では、じゃんけんをお願いします。わそれでは行きましょう。先攻呂布カルマ、後攻千尋、8小節かける3ターン。行きましょう。レディーファイ。ゼップダイバーシティ、1月とある日の日曜、もう一度千尋に大恥かかせに来た。血の色のパーカーがよく似合ってるね、オタク。どっちくしょうって言わせたい。客と俺らステージで線を引きたい。お前ののらりくらりじゃ言葉食らわない。ワナビーじゃないとこ見せてみ。オーオーオーバージを書いたつもりはねえの、一人のボス上がった。茹でた麹を炊いた俺の言葉の吸盤がへばりついてんだ。全ていただきクビカルパッチョ、タコイ覚醒お前の言語。頭が悪いか、それならファンキーにもうちょっとかましてこいよ。新規育成、新幹線か飛行機か知らねえが、九州から何度もやってきて、ここで何度も負けて帰ってるのに、恥かいて寝て、それどういう了見。優勝以外全員が惨め、全員が負け犬で俺は見てらんねえ。俺も同じ、帰ってきて恥、もう二度とここじゃ吐かない、今日のオーナーに見せつける。その鬼ごっこの鬼が俺だが、鬼ヶ島で待機してて、いつの間にか誰も来れないレベル魔王のクラスで君にバイバイ。俺は別世界、俺はただ単に優勝や赤恥など書いてなんぼだろう。男経験積んで今があるんだから、そうだろうよ。ヒーロー恥書いてんのか書いてないなのか、どっちだぜ。2回戦だんだんと回転してきた頭、鬼ヶ島の鬼の首をチョンパ。俺は桃太郎じゃねえ、きび団子持たねえ、犬も猿もキジも釣れず、マイク一本今日は聞いたってここに置いたまんま。鬼退治じゃバイバイ、ハイハイ切ったバイフィー。俺が鬼なら退治されても別に構いやしない。だが天然のきび団子は俺にももう一つちょうだいよ。嘘嘘腐ってそう、もうちょいヤバいのベイアンとすっとこう。わら、どこに行くの、裏技ちっと窮地ぼよ、覚えときー。終了。それでは判定に行きたいと思います。先攻呂布カルマ、後攻千尋、勝者呂布カルマ。千尋さんに拍手お願いします。告知とあればぜひ一言喋っていってください。告知、内容、いやもうちょっとビートが流れてくとやっぱいい気持ちになる。ドーナツの輪っかのようなもの、君らにチョコレート、人間見たらしいよ。きび団子の途中の話、棚からボタン持ちブレッシュ。君に何ができるのか、アドレナリン、この後ろにいる。髪型が毎回変わっている。それより話は唇動かした。ただどうだ、凌駕するのさ坂本龍馬。四国から九州ちょっと遠め、行って帰ってくのマジで疲れんで、今日も寝てね。だが家の仕事はしっかり仕込みを終えて。人間は人間のために愛があるやつらにはピースを送るよ、yeah. ありがとうございます。ありがとうございます。もう一度大きな拍手お願いします。それでは次の試合いきましょう。シーマ VS バラ AKA 柴犬、ステージに上がってきてください。